東京中央美容外科でさ、看護師さんの解雇の仕方がすごくなかったですか？背負ってるんですよ、経営者はいろいろ。初年度で何もできひんやつに3000万払わなあかんねんで、職員にもお金の亡者を入れてしまった。むやみに叩けないなと思って。はい、東京美容外科の麻生徹です。アシスタントの鈴木です。よろしくお願いします。あの、昔からちょっと言っていいか言ってよかんなかクリニックあったじゃないですか。うん、うちと似てるクリニック、うんうん、今話題ですよね。あれ、どうですか、うん、いやー、もう急にみんなが叩き出したね、美容医科の先生たちね。今までやっぱ言っちゃいけない、叩かれる、うん、自分たちが訴えられると思って、うん、いや、そのさ、一切清廉潔白な人なんか俺いないと思うのよ、うんうん、だからわーって叩くのも違うなと思うんやけど、うん、俺はさ、同じ名前で俺が言うのはいいよ。だって東京美容外科と東京中央美容外科間違えられて困りますっていうのはいいやん。ただなんか皆さんが言ってるのは、この業界がそういうもんだと見られる風潮にさせてしまったのを勘弁してくれ。いや、お金少なかれそういうことみんなやっとったじゃん昔ね、うん、それを特化してやりだしたからちょっとやりすぎちゃうってことなんやろうけど、うんうん、そう思いますよ、うん、で、なんか文章見ました？軽く、うん、私も軽く見たんですけど、なんかそのやってること悪いことどの子に置いといて、看護師さんの解雇の仕方がすごくなかったですか？出張させられて遅刻させられたら、なんかもうクビみたいなペナルティみたいなシステムになってて、うん、まあそれはちょっと誇張しすぎなんちゃう？もう職員もさ、サボっててさ、うん、あの働かないやつとかおるしさ、うん、ずっと流しの前で立ってて携帯見てるやつとかさ、おるんやからさ。いるんですか？いるよ。いや、だからちゃんと働いてくれるように、やっぱりある程度ルール決めてやっとかなあかんとこはあるんじゃない？まあ、それありますよね、うん、カタ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 って何してるのかなって見たらさ、もう彼氏とラインばっかりしてるとかさ、アホかって話やんか。業務中に SNS はちょっといかんですよね、うん、でも見れちゃうわけじゃん、携帯もあるし、まあね、まあ、そんなやったら俺だってそうやもん、業務中に手術の間に。院長はオーナーじゃないですか。そうやね、そうやねんけどもさ、まあそういうのも。でもお金払ってる側として、お金もらってる側がその時間で SNS で長いよね、うん、ただ嫌じゃないですか。だからそういうのを見つけたら罰金ですとかそういうことでしょ、まあ、どこまでっていうことですよね、それを、うん、まあまあある程度そういうルールを作ったっていうことだと思うんだけど、まあちょっと前になんか、税務署入ったって聞いたから、うん、結構キャッシュフローが悪くなって、そういう人件費を削らなきゃいけなかった事情があるんじゃない？あ、だからいろいろ、まあ、制限、社員さんに。しゃあないやん、給料払っていかれへんかったら。それで潰れるわけにはいかんやん。あ、じゃあ倒産ですっていうか、うん、分からないけど。それで辞める人は辞めるみたいな感じ。そうやね。でもそう言うけど、あんたらさ、東京中央美容外科でさ、相当給料もらっとったでしょって話だけどね。俺知ってるよ、お医者さんだってすごい。医者はやばいですよね。僕もらってた人だっているし、はい、急増の美容外科だったから、徐々に大きくなった組織じゃないから、うん、資金繰りとかいろいろこう大変だったんじゃないかなと思いますけどね。急激に設備投資しなきゃいけなかったし、無理しないといけなかったし、うん、でもそうやらないとライバル企業は巨大で大きいし負けるし、うん、まあ、言うたら業界2位だったわけでしょ。あと広告が湘南美容外科との戦いだったわけですよ、はい、僕でもね、思ったけど、やっぱ背負ってるんですよ、経営者はいろいろ。大変ですよね、うん、大変ですよ。従業員の給料払わなあかんし、絶対潰したらあかんし、うん、社員路頭に迷わしたらあかんし、不真面目なやつはもう首切るしかないやん、うん、本当の一番いいわのできる子たちでまとめてやっていかないと会社潰れるわけやからさ。確かに高い金額取ったりとか、まあぼったくりとか言われることもあるかもしれないけど、そんなやったらみんなそうやん、うん、どんな職業もぼったくりやん。だって1000円で仕入れたものを1500円で売ったらもうぼったくりか。患者さんを満足させて返すってことが大事やけどね、うん、我々夢売ってるわけやからさ、いろいろ高いわけですよ。家賃も高けりゃ、まあ、人件費がすごい高いですね。人件費も高いし、医者の給料知ってる？そうやってみんなが競争するからさ、初年度で何もできひんやつに3000万払わなあかんねんで、1年間年収、うん、アホかって話やね、一から、うん、で3000万払って一生懸命働いてやってたら、1年も経たんうちに技術だけ盗んで独立しますって、独立していきよんねんで、うん、全然僕経営者側の気持ちが分かるから、そんなむやみに叩けないなと思って。僕も同じ立場やもん。
でもいろんな噂、業界の噂ありますよ。まあただやっぱりカウンセラーがね、うん、やっぱり迷いないやつらだったんだよね。結構噂悪かったよね、うん、監禁して閉じ込めて3時間とか。でもそういう子たち頭がいいし、で営業力もあるし、でものすごい高単価上げるわけじゃん、うん、ずる賢いんですよ、うん、そういう子らは内部告発するよね、お金もらえなかったら。でもたくさんもらってたはずですかね、その人たち、うん、でもそれがボンってへこんしたらもうねーってなるよね。でもお金の亡者だからさ、職員にもお金の亡者を入れてしまった。お金で動いてる人間だからってことですよね。そうそう、医者だってそうや、うんうん、まあ、この業界は本当に大変やなと思います。やってて本当に蛇の道は蛇やなと思いながら、僕だってそんな言えない。一時期はね、バンバン怒ってたけどね怒ったけど、うん、その何やろ、溺れてる人に砂を投げつけることはできないなみたいな感じかな、うんうん、カバーあれじゃないけど、カバーわけではないけど、ライバルだけど、うんうん、中央ってなんやねんと思ってたけど、うんうん、でもいろんな戦略を考えてやってたんだと思う。まあ潰れてないけどさ、うん、全然うちの方が全然弱小でしょぼいからあれですけど、もう十分でしょ、みんなが叩いてるから、うん、はい、僕はでも経営者って大変なんだよっていうことで終わりたい、うん、はい、ただ中央って名前はやめてくれっていうのは言い続けます東京中央じゃない美容外科の麻生徹ですっていう感じになってるからね、はい、今めっちゃ心配の連絡来たんよ麻生先生文春大丈夫ですかとか。何ですか。似てるからやろ、ずっと麻生先生のクリニックやと思ってましたとか、なんて悪いやつやと思ってましたとかね、あれいろいろあったけど、いや悪くないよ、知らんけど、はい、まあ、そういうことです。はい、はいはい、このチャンネルがいいねと思った方はいいねとチャンネル登録のお願いします。お願いします。ただいまですね、麻生徹オンラインセミナーの会員を募集しています。月1回のオフ会、01から始める事業の相談など受け付けております。ただいま会費をお値引きしています。詳細は概要欄をご覧ください。